クリームシチューの有田さん、立教大学好きですね。立教大学、僕の憧れ、最近は南沢直さんがいるという立教大学。ソタキャスター、ソタさんもいるという目覚ましテレビで有名な。次、ファーマコポレ、US ファーマコポレ、あって書いてます。これ何でしょう。メディアパーツ、これはリスティックスさんでしょう。これは薬、薬の会社のことで、ね、ファーマコロジーとか言いますから、ファーマコゲノミックスとか言いますけどね。アメリカの会社、ファイザー、なんか吉永君の名前がファイザーにありました。ファイザーっていいですね。最近武田薬品の社長がなんかアメリカの人に、西洋の人になったそうで、株主総会で大反発があったそうですけど、武田の名を捨てて英語、漢字を捨てて英語の表記にするという武田薬品なんです。パナソニックは松下を捨てましたけど、武田は武田を捨てないということでございます。まあでも世界トップを目指してほしいですね。今は世界10位ぐらいですけど、バイオ、あれだけ日本がバイオが進んでいるか、どんどん進めてほしいと思います。どんどん進む。しかし27時間テレビでもスポンサーがあれって言ってますけど、なんか無理やりみたいな、おかれもんで、岡本さんのおかれもんで、岡村さんのおかれもん